今回の植物採集へ行く前に、万太郎が寿恵子の体調をいつもより気にしていたのは、寿恵子笹へのフラグだったの？寿恵子が先に亡くなったそうですから、爛漫でもそこは描くと思われ。でも、時期的にはまだ早いですよね。子供もまだ増えそうですし。でも、放送回数的にはもうそろそろあっても、おかしくはないような気もします。弘法湯とは？私、長年生きてきたけど、弘法湯って聞いたことなかったですわ。調べてみたけど、全国にあるようで、銭湯のことかしら？ Google 先生も、詳しく教えてくれなかったです。弘法湯は、和歌山県串本町にある、小さな温泉浴場です。国道42号線沿いにあり、橋杭岩の近くにあります。って教えてくれるのだけど違うよね。第115話のあらすじです。再度、渋谷へ向かった寿恵子。弘法湯で身を清めて、お参りに行く人に出会ったり、茶屋で出された棒炉に感動したり、芸者たちの話を聞いて、渋谷の街に魅了されていく。そして、弘法湯の、佐藤、新谷らを座敷に呼んだ寿恵子は、この町で人と人をつなぐ、待合茶屋を開きたいと伝える。